竜教竜向期紀元前6年は、全漢の学者、政治家。はじめの名は、公正、字は、個性。多数の著作者で知られる。劉邦の末帝である祖元王竜皇のヤシ後。ゴ。洋上皇、龍徳の第二子で、兄に、劉安民が、弟の子に、龍景気がいる。龍、竜氏、龍の父。全漢の喪失の身分である。元服すると、先帝に使え。 文章の異を見込まれて抜擢された。父、龍徳が、ワイナンで手に入れた書物によって、自身が、練炭術に挑戦したが失敗、弾劾されて投獄されたが、兄の非常行、竜安民の取りなしやその才能を惜しまれたこともあって、再び出資した。その後、の望むの、周玉らと力を合わせて職務に励み、 外籍の巨子や、観願の広行らの弊害を解く上昇したところ、不告とされて、将を望むのは自殺、周玉らは祖先、劉教は東国の後に免職となった。やがて、長兄の劉安民が死しなくして没したために、養生校を継いだという。十数年後、生定の世になると、広行らは失脚。そこで、また任用された。この時に、直向きに改めた。 それから、宮中造書の交換を担当することになった。この頃、外籍の王子が権力を握っていたので、列助伝など著作をはじめとして、文章を創造することによって何度もお上をいさめた。史上も還元をもっともだと思っていたが、周囲の圧力のために、それらを活かすことができず、劉教は三十年余りも徴用されることなく七十二歳で、この世を去った。れないの劉は、 第三詩である。なお、春秋戦国時代は、孔子の、春秋と流教の戦国作にちなむ。ありがとうございます。